講習会怖いという話ね。講習会怖い、かなり前ですけど、私はね、講習会、ある講習会に行ったわけ。講習会、何のね講習会だったかっていうのはまあ伏せますけど、なんかのね、あの前に講習を受けなきゃいけないと。で、講習会をね、これこれこういうね、場所でやるんで、日付はね、こういう感じなんで来てくださいと。これ講習会受けないと、ダメですよ、絶対ダメですよ、みたいなこと言われて。で、行きました。みんな受けるみたいね。それで、行くとですね、結構な人数がいて、で、柄の悪い人も当然いますし、学生みたいな人も当然いたわけ。で、その講習会はね、友達同士で来るような、そういうんじゃないんだね。だからみんな他人なわけ。で、女性なんかはね、その講習会で隣同士になった人が仲良くなって喋ったりしてましたけども、基本的にみんな他人なわけね。うん。で、そっから講習会過ぎても会うこともないみたいな、そういう間柄なわけですね。で、お昼ご飯は、お昼休憩になったら、近くのコンビニとかね、おにぎりでも買って、で、そのね、体育館というか、公会堂というかね、公道というか、そういうところの外で食べたりしてましたね。うん。飲み物はね、中にも外にも売っていて、不自由しないんだけども。でね、タバコですね、タバコ。うん、その時私は吸ってなかったから、関係ないんだけども、タバコ休憩をする人がいるわけ。その講習と講習の間で5分、10分、間があるんでね、タバコ休憩をして、今はね、ちょっとありえないんだけど、当時はですね、ここタバコ吸っていいですよってゾーンが設けられてました。うん。要するに喫煙所みたいなのが建物の中に設けられてました。喫煙所って言ってもね、灰皿置いてあるだけなんで、そこの周辺行ったらめちゃくちゃタバコ臭いというね。で、移動するときその脇を通らなきゃいけないんで、通るわけですけども、いや、みんなね、ものすごい顔をして、プカプカ吸ってましたね。要するに、朝からずっと講習受けてて、柄の悪いね、人も来てますんで、めちゃくちゃ、ね、みんな他人なんで、めちゃくちゃ牽制してるというかね、うん、そんな感じありましたね。それで、1日受けて、夕方頃、で最後のやつ終わって、で講習受けましたよっていうね、証明書みたいなのを送ってくれるんで、申請書みたいに書いて、それでこれからの手続き、申請書届いた、これ証明書届いたらこういう感じで、こういう感じでしてくださいみたいなこと言って、でその係のね、おばちゃんみたいな人が、今後の手続きをね、こう説明してくれるわけ。分かった、メモ取ったりして、で、これでやっと帰れるんだなと思って、で最後締めくくりにその司会のおばちゃんみたいな人、講師の先生は入れ替わり立ち替わり1時間ごとぐらいに来るんだけども、その全部一気通貫して、取り仕切ってるのがそのね、司会のおばちゃんみたいな人ですね。そういう人は1日いるわけで、司会のおばちゃんが、これでね、講習終わりですよ、皆さんお疲れ様でした、気をつけて帰ってください、みたいな感じの締めくくりをね、話してる最中にですね、そのおばちゃんがね、なんかこう笑い出したわけ。ケタ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 って言って。ケタ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 って。で、でも、話すことは話す。じゃあ、こういう感じで、この期日までに申請書はね、届きますよ、ケタ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 、みたいな感じで。で、なんでと思って、みんなそう思ったと思う。なんで今笑うのみたいな。しかも、ちょっとね、笑いが漏れてしまったじゃなくて、めちゃくちゃ笑ってるわけ。ケタ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 って言って、もう尋常じゃない笑い方してるわけね。私なんかおばちゃん壊れたと思ってるますけども、でも喋ってることはね、内容的には、そんなに間違ったことは言ってない。日本語の文法もおかしくない。でも、笑い声が、なんかすごいケタケタ。ね、甲高い笑い声で、ね、言ってると、どうしたんだと思って、でもこれで終わりだからもう帰ろうと思って、
で、でおばちゃんがですね、鹿のおばちゃんが、じゃあお疲れ様でした、これで終わりです、カタケタケタケタって言って、でみんなね、荷物をまとめて入り口の方に向かい、出口の方に向かいました。で出口の方にですね、まあ人が殺到するわけですけども、それほど大混雑というわけじゃない。人数もね限られてるし、まあ確かにみんな早くそこ出たいなとは思っていたかもしれないけども、走ってね、ドタバタ出るようなもんでもないし、うん、ちょっと早く出てもちょっと遅く出ても、自転車のような電車のねあれは一本も変わらないから、みんなね歩いて、まあ、整然と、一つしかない出口の方に向かってました。でなんか出口の方が混んでるんですね。あれと思って、なんかこう出口異様に狭いのかなと思って、1個しかないし異様に狭いのかなと思ったけど、何度も私その出口出入りしてるわけですね。お弁当買いに行ったりとかして、あれ狭いことないのになんでだろうなと思ってたらですね、私がどん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 列をね、列の前に列が進んで、並んでる列が進んで、その出口のとこにまで来たらようやく理由が分かりました。出口にね男が立ってるわけ。まあ中肉中背の中年の男ですかね。ちょっと背は小さかったかもしれない。その男が出口の四角形の、まあ要するに通路みたいなのがあるよね。ちょうどね体育館のサイドの、ガラッと開けて風入れるようなとこあるでしょ、結構デカめの、まあ、入り口とか出口というか、学校の体育館のサイドの普段は閉めてるようなところのガラガラって横に開けるような、そういう、大きな通路みたいなのあるよね。出口というか、あれはなんか物とか搬入するように大きく作られてると思うんだけども、それぐらい結構ある、要するに家庭のドア、アパートのドアとかそういうレベルじゃないの。アパートのドアを 2,3 個並べたような大きさの、そういう出入り口がちゃんとあるわけで、しかも観音扉を完全に開放していて、人がつうつう通れるようにしてあるから混むわけないんだけども、でも男がね真ん中にガン立ってるわけ。あれと思って、でこっちを見てるわけで、みんなはね、このみんなっていうか、講習受けた人たちは中で講習受けて、その公会堂の中で講習受けて、講堂の中で講習受けて、その扉を通って外に出ようとしてるわけ。男はその扉のちょうど真ん中で中の方を見てるわけ、うん、だからちょうどなんか男がせき止めちゃってるみたいな感じになってるわけ。でも男のサイドにはちょうどね人が通れるぐらいの隙間があるんで、みんなそこから出てるわけね。だから男がいなければですね、横3列でガンと出れるのに、男が立ってるために出にくいし、2列でしか出れないというね、そういう困った状態になってるわけね。何なんだこの男はと。もしかして講習を受けていた人がなんか文句があって、そこを振り返ってみんな出さないようにしてるのかと、そう思ったわけですね。で男は中年で目つきが鋭くて、そうですね、ちょっと顔に傷があるような男、まあ顔に傷があるような職業の男に見えました。うん。でも状況的におかしいでしょ。いくらね柄の悪いやつが講習来てるからって言って、顔に傷がある商売の若い衆、まあ若くないか、中年ですね、がなんかね入り口に立ってるのもおかしいよね。うん。まあでも実際立ってるんで、もうしょうがなく私もねその横をね、抜けてですね外出ましたよ。でその男はねなんかねつぶやいてるわけ。うん。すごく鋭い眼光にして出ていく我々をね睨みつけながら、お疲れ様でしたみたいな、お疲れ様でしたみたいな感じで、めちゃめちゃ気合の入ったお疲れ様をつぶやいてるわけね。だから要するに運営側なんだよね。運営側、さっきの司会のおばちゃんと同じような運営側の人なんですね。うん。要するに
行列を整理したりとか、そういう設営側の人だったんじゃないかな、その人は。その人が最後ね、あの狭い入り口のとこ立って、お疲れ様でしたを言ってるわけ。まあちょっといろいろ思うとこありますよ。もしかしたらとかね、あれはこうだったんじゃないかなとか、この男はね、もしかしたらみたいな、普段はこういうことやってるけどこの時はこうだったんじゃないかなとかね、いろいろな想像は膨らみますけども、まあね、それをね全部説明をしようとすると、分岐がいくつにも分かれていって非常に複雑で、取り留めもない、しかも全部私の想像だというね、いうことなんで、今はやめますけども。